はい、こんにちは、しあすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回はフィンテックの法整備というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。まあ、フィンテックというのは、フィンというのはファイナンスということで、まあ、金融ですね。テックっていうのはテクノロジーということで、まあ、技術ということになりますけれども、フィンテックっていうのはまあ金融技術、もっと言うとお金の技術ですね。の、法整備ということです。まあ、例えば、銀行は、まあ、どういうふうになってるのかとか、クレジットカード会社は、まあ、どういうふうになってるのかとかですね。まあ、電子マネー発行業者はどういうふうになってるのかと。そのお金を扱ってる、まあ、銀行とか、まあ、証券会社とか、まあ、クレジットカード会社とか、まあ、電子マネーの会社とか、まあ、そういった会社とかは、まあ、どういうふうな、まあ、法律があるのか、どういうふうにこう規制されているのか、ですね。で、それが今からどういうふうに変わろうとしているのかというのをまあ見ていくということになります。で、まず最初に前提としてですね、道具とか科学技術というのは、ね、善なのか悪なのかっていったところからちょっと始めたいと思うんですけど、まあ、道具というのは善なる存在なのか悪なる存在なのか、科学技術というのは善なる存在なのか悪なる存在なのかということですよね。なので、例えば道具というのは私たちを幸せに導くのか、それとも不幸に導くのか。科学技術というのは私たちを幸せに導くのか、それとも不幸に導くのか、ということですよね。で、具体例を挙げた方が分かりやすいと思うので、例えば包丁という道具がありますと。ね、包丁という道具があります。この包丁という道具は善なる道具なのか、悪なる道具なのか。この包丁という道具は私たちを幸せに導くのか、それとも不幸に導くのか、ということですよね。そしたらもちろん答えは人によるということですよね。誰がその包丁を使うのかという人によるということになります。つまり道具自体は善でもなければ悪でもないし、ね、科学技術自体は善でもなければ悪でもない。無色透明なんですよね。だから善にもなりうるし悪にもなりうるということです。だからその包丁という道具を例えばね、誰かに美味しい料理を作ろうと思って、ね、料理の道具として使えばその包丁は間違いなく善なる道具だし、人を幸せに導くための道具だったわけですよね。しかしそのね、包丁を誰かを殺傷する、ね、刺して、ね、傷を負わせるとか、もしくは殺すとか、まあ、そういう道具として使ったならば、そのね、道具は悪として使われたことになるし、人を不幸に導く道具として使われたということになりますよね。全く同じ道具、全く同じ包丁だったとしても、それは善にも悪にもなる。それは道具が善だからとか、道具が悪だからじゃなくて、道具は無色透明なんだけれども、それを使う人が、ね、善なる、ね、心で使ったのか、それとも悪なる心で使ったのかっていう、誰が使ったのかっていう人次第だということですよね。で、これがまず最初の前提です。科学技術っていうのを全く一緒ですよね。で、まあ、今回はフィンテックということで、まあ、お金、金融業界の話になるわけですけど、例えばね、まあ、金融業界で一番大きな問題といったらオレオレ詐欺というのがありますよね。まあ、振り込め詐欺とかね。っていうのがあります。ね、そうした時にその振り込め詐欺っていうのも、まあ、日本全国で何百億っていうね、被害が出ていたりするわけなんですけど、じゃあ振り込め詐欺っていうのがあるから、だったらその振り込め詐欺で使われる携帯電話っていうのは悪なのか、ね、携帯電話があるから振り込め詐欺っていうのがあるのか、ね、もしくは ATM で、ね、その間違ってね、本当はね、振り込んじゃいけない相手にね、ATM 経由で、ね、お金を振り込んだ、振り込め詐欺の、被害に遭った。ってことは、その ATM っていう機械が原因で振り込め詐欺が起きたのか。っていうことを考えると違いますよね。携帯電話が原因で振り込め詐欺が起きてるわけでもなく、ATM が原因で振り込め詐欺が起きてるわけでもないわけです。で、だから別に携帯電話が悪だとか、ATM が悪だとかっていう話にはならないわけですよね。やっぱりこう人なわけですよ。
ね、その携帯電話という便利な道具、ATM という便利な機械を、やっぱりね、間違った使い方に活用したならば、ね、その道具、その技術、その機械というものも、ね、間違った使い方をされて、まあ結局ね、まあ悪なる存在になり得るということですよね。もともとは無色透明なんだけど、まあ悪なる使い方をする人間がいたならば、その道具、その科学技術っていうのは人を不幸にする、まあね、手助けになってしまうということなわけです、ね、だからお金とか金融技術に関しても全く同じということですよね。だからやっぱり規制とかっていうのが必要なんですよね。だから法律っていうのが必要なわけです。その規制とか法律っていうのは道具を規制するわけじゃなく、技術を規制するわけでもないんですね。人を規制するわけです。こういうことをしてはいけないという人を規制するためのものっていうのが法律なんですよね。で、私たちの社会っていうのはどうしてもこの規制とか法律によって安心が作られるというところはあります。やっぱり人はいろんな人がいますし、人の心の中にはね、まあ、善なる心と悪なる心っていうのがまあ同居しているわけですよね。まあ、全ての人の心にね、その両方っていうのが入っていて、まあ、それをね、実際に言葉にするとか行動に移すっていうのは別だったとしても、やっぱり人はね、本当にこう他人のために尽くしたいという、まあね、そういうこう利他の心っていうか、まあ愛なる心みたいなのも、もちろん全ての人は持ってるわけですけど、同時にもとにかく自分さえ良ければ他の人はどうなってもいいというね、こう本当にこう超利己的な、ね、その他人がね、不幸になろうとも、まあ、自分一人がとにかくね、いい、思いをしたいと、いい状態になりたいというね、そういうこうね、利己的な心っていうか、まあ悪なる心ですよね。まあ自分が良くなるためだったら、その道徳的、倫理的に悪なる、こともやりうるという、まあそういう心とね、両方持ってるわけです。で、その善なる心と悪なる心を、まあね、人はね、その論理とか、頭とか脳とか、もしくは自分の良心とかで、まあね、なんとかこう制御しながら日々生きているというところがありますよね。まあ、しかしそのね、制御が効かないで、やっぱりね、悪なる行動、悪なる行為っていうのをやる人っていうのは必ずね、いる。これはもう過去数千年から変わることがないわけですよね。全ての人のね、善なる気持ちを信じるとか、良心を信じるっていうのは非常に言葉は綺麗ですけれども、しかし実際はね、それは現実的ではない。やっぱり現実的にはやっぱり犯罪がなくなることはないし、ね、地域の中から紛争が起きえ、ね、なくなることはないし、ね、やっぱりこうね、悪いことをする人っていうのは必ずいるわけで、そうなった時にじゃあ安心っていうのを作るってなれば、どうしてもね、それを人を規制する、ね、法律で縛るということがやっぱり必要になってきて、でその規制とか法律によって私たちの社会っていうのは安心っていうのが保たれてるっていうのが実情ですよね。でそうした時にこのフィンテック、ファイナンステクノロジー、まあね、要するに金融技術という分野に関してもやっぱりね、法律とか規制というのがあるわけです。でお金そのものは無色透明なわけですけど、しかしそのお金を取り扱う人はやっぱりね、こういったことを守らないといけないと、こういったことをきっちりやらないといけないということで、こう規制されているということになるわけですね。ですごくこう直近の話で言えば、やっぱりこう仮想通貨ですよね。新しく生まれた、ね、その新しくつく、ね、生まれた、まあ、いわゆるこう、ね、通貨と同じ働きをする電子情報ですよね。これに関するその規制っていうのをやっぱりね、考えないといけないと、ね、それはやっぱりね、さっきね、携帯電話とか ATM っていう道具が、ね、振り込め詐欺に使われるっていう話をしたわけですけど、仮想通貨自体は別に携帯電話とか ATM と一緒ですよね。無色透明なわけですよ。別に仮想通貨っていうそのものが何か欠陥があるわけでもなければ、仮想通貨そのものが何かね、道徳的に悪いことをするわけでもないわけですよね。携帯電話そのものが悪いことをするわけでもなく、 ATM そのものが悪いことをするわけでもなく、その携帯電話とか ATM をね、使い方をね、間違ってね、悪なるものとして使うという人の問題ですよね。で仮想通貨も全く同じことが起きているわけです。仮想通貨そのものは無色透明ですよ ね携帯電話と一緒です。 ATM と一緒です。しかしその仮想通貨という考え方そのものを使って、ね、その仮想通貨という電子情報を使ってやっぱりね、その悪いことをするっていう人は、ね、日本にとどまらず全世界にやっぱりいるわけですよね。それによってその各国で、ね、やっぱこう規制っていうのが始まってきてるっていうのがまあ実情ということになります。だからといって仮想通貨そのものが何か悪いっていうわけではない。
それはどれだけ振り込み詐欺があったとしても、やっぱ携帯電話を使い続けるし、ATM は使い続けるっていうのと一緒で、ね、どれだけその仮想通貨という電子情報の話を使って、ね、何か悪いことをしたとか、っていう人がいたとしても、だからといって仮想通貨がこれからどん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 普及していくっていう流れは決して止まることはないということですよね。まあ、ただやっぱり私たちの社会っていうのは何らかの規制、何らかの法によって安心っていうのがこうね、作られていってるっていうのはまあ実情だということです。はい、そうした時にこうフィンテックですね、まあ、金融技術業界の主な登場人物っていうのがまあ大きくは 5人っていうか5社いるということになります。まあ、一つが、ね、銀行ですよね。まあ、一番大きな登場人物ですよね。まあ、日本は特に銀行というのは存在感が大きい。まあ、世界の中でね、日本というのは銀行網が最も発達した地域なので、本当にね、その徒歩とか自転車とかで、ね、銀行がすぐある、支店がある、もしくは ATM があると。まあ、こんな国は日本だけですから、ね、すぐお隣の中国とか全然銀行が発達してないので、まあ、逆に、ね、仮想通貨とか電子マネーっていうのは早かったわけですよね。もうスマホ決済とかっていうのは、ね、日本人よりも中国人の方が、ね、早かったわけです。早かったし普及もしてるわけですよね。だから日本人はまだね、現金を持ち歩くっていう、比較的現金主義ですし、実際取引されているお金も 85% ぐらいは現金で、ね、現金預金で、ね、取引されているわけですから、まあ、日本は現金社会、預金社会ですけれども、ね、世界はそうじゃないと、ね、もうすぐお隣の中国なんかっていうのはもう明らかに電子マネー社会ですよね。ね、もうそのスマートフォンで決済をするというのが当たり前。なぜかって言ったら銀行が、ね、そんなに十分じゃなかったので、非常にこう人々がね、お金の決済とか、ね、送金とかで非常に不便だったわけですよね。まあ、日本人だったらね、お金を預けててまたね引き出しに行くって言っても、近くにコンビニがあって、そこに ATM でもあれば引き出すってことは簡単にできたわけですけど、まあ、中国とかね、っていう国にはそういった、ね、そこまでこう銀行っていうのは発達しなかったので、だから銀行が普及するっていうのを一段階飛ばして、まあ、いきなりこう電子マネーっていうのが普及したというところですよね。他のね、中国以外の国っていうのも、そういった傾向っていうのがあって、まあ、銀行網が、ね、発達しなかった国ほど、逆にね、今から銀行を普及させていくっていうよりは、その銀行の普及っていうのをね、時代的に一段飛ばして電子マネーとか仮想通貨っていうふうにまあ言ったと。で、日本は銀行がね、すごくこう銀行網っていうのが非常にこう発達していたがために、逆にこう電子マネーとか仮想通貨っていうのはむしろこう後追いなんですよね。どっちかって言ったら後進的な、ね、立場にあるということです。まずは一番ね、やっぱこうお金というものに対して一番大きな影響力を持っているのは銀行ということになります。あとは証券会社ですよね。まあ、お金を株とか、まあ、そういったものとこう交換して扱うということですよね。あとはクレジットカード会社ですよね。クレジットカードをね、そのお金の決済とかそういったものでこう使うときにね、カード会社っていうのがあるということです。あとは電子マネーですね。それは企業単位で発行できますよね。ある企業が発行主体として発行管理者となって、ね、その自分たちの枠の範囲内だったら、例えばビッグカメラだったらビッグポイントカードで、ね、ビッグポイントカードは、ね、ポイントカードなんだけど実質お金として使えますよね。ビッグカメラの中にある、ね、商品とは交換することができるわけですから、実際はそのね、もうほぼお金と、ね。少なくてもビッグカメラが発行したビッグポイントカードはビッグカメラの中ではお金として使うことができるわけです。で、こういった電子マネー発行会社ですよね。あとは仮想通貨取扱業者、まあ、これが一番新しく出てきているフィンテック業界の登場人物ということになりますよね。で、それぞれがやっぱりね、繰り返しになるんですけど、やっぱ人を規制する必要があるわけです。大事なお金っていうのを扱うわけですからね、なのでそのね、そのお金を扱う人が悪いことをしない、ね、例えば横領をするとかね、窃盗をするとか、まあ、そういったことをしないように規制するっていう必要もあるし、逆にそのサービスを利用する人ですよね。例えば銀行にお金を預ける預金者とかね、証券会社に、ね、でを通じて例えば株式取引をする人たちとか、まあ、そういったこうサービスを受ける、商品を購入したりサービスを受ける人たちをやっぱり守らないといけない、まあ、そういったためにやっぱ規制とか法律っていうのがあるということですね。はい、そして、まあ、5社には5通りの規制というのがあるということになります。現状としてはね。
まあ、例えば銀行に対しては銀行法というね、銀行が守らなければならない法律というのがあるということですよね。で、証券会社に対しては証券取引法ということで、やっぱり証券会社が守らなければならない法律というのがあるということです。で、クレジットカード会社に対しては資金決済法ということですね。あ、これはごめんなさい。ちょっとね、誤字っていうか、誤植があります。クレジットカード会社に対しては資金決済法じゃなくてですね、カップ販売法という法律があります。すいません。ちょっとこうスライドの文字がね、誤植があるんですけど、カップ決済法という法律があります。そして、電子マネー発行会社に対しては資金決済法という法律があるということですね。そして、その仮想通貨取扱業者に対しては、この電子マネー発行会社が守っている資金決済法と同じなんですけど、今年2017年にこのね、資金決済法っていうのが改正されて、ね、その電子マネー発行業者が守らないといけなかった資金決済法がの対象が、ね、広がってですね、仮想通貨取扱業者に対してもね、ちょっと影響が出るようになったんですね。それで改正資金決済法という法律のね、今法律の範囲内に入っているということになります。で、今年そのね、資金決済法が改正されるまでは、本当にね、どんな企業もね、仮想通貨の取扱業者ですよね、取引所を開設するということができたわけですけど、まあ、今年になって、この資金決済法が改正されたことによって、ね、そのもし仮想通貨を取り扱うということであれば、金融庁に登録をしないといけないというふうにまあ変わったわけですね。まあ、とはいえ、登録だけで開設することができるということです。で、この5つっていうのは、まあ、基本的にはね、厳しさっていうか、緩さっていうのが、まあ、全然違うんですね。最も厳しい、ね、一番こう法律とか規則、規制というものでガチガチになっているのは銀行です、ね。銀行が一番守らないといけないものっていうのがやっぱりね、たくさんあるんですね。で、法律とか規制が厳しいからこそ、ね、逆に、ね、国とかから、まあね、手厚く守ってもらってるっていうところもあります。ね、で逆に一番緩いのは仮想通貨取扱業者なんですね。でこれはもう今年までほとんどね法律っていうのはもうほぼないに等しかったわけで、まあ、今年2017年に、まあね、資金決済法の法律の範囲内に仮想通貨取扱業者も入ってきたということで今はね、その仮想通貨の取引所をやるってなれば金融庁に登録をしないといけないわけですけど今まではそれすらなかったということです。ただ現状としてももうね金融庁に登録してその登録が認められたらもうね、誰でも取引所を開設することができるという意味では一番緩いという業界になります、ね、で銀行は一番規制が厳しいわけです、ね、仮想通貨取扱業者は一番規制が弱いということですよね。で逆の言い方をすると銀行が一番、ね、いざとなった時に守ってもらえていて、ね、逆に仮想通貨取引業者っていうのは一番守ってもらえないという状態にあるということですね。でそうしたときに、ね、このね、今ね、5社には5通りの規制というのをね、まあ、見ていただいているんですけど、まあ、これがね、大きく変わろうとしてるんですね。まだ変わってはいません。ね、発表されただけです。金融庁がね、もう新しい法律を作るということを、まあ、発表したということになるんですね。でこれはですね、今は、ね、銀行に対しては銀行法、ね、銀行は銀行法を守りなさいと、証券会社は証券取引法を守りなさいと、ね、でクレジットカード会社はカップ販売法を守りなさいと、で電子マネー発行業者は資金決済法を守りなさいというふうに、ね、人っていうか組織、企業に対して企業単位で法律を作り、規制をかけているわけですね。でこれが現状なんですけど、今から変わっていく、まあ、金融庁によって発表された今から変わっていくことっていうのはね、もうね、商品サービスごと、ね、この商品を取り扱うんだったらこれを守りなさいとか、このサービスを取り扱うんだったらこれを守りなさいと、ね、それは銀行が取り扱っても、クレジットカード会社が取り扱っても、電子マネー発行業者が取り扱っても、ね、同じ商品、同じサービスを取り扱うんだったら、これを、この法律を守りなさいと、ね、まあ、一応こう、あだ名みたいな感じで、フィンテック新法ですよね、フィンテックに関する新しい法律ということで、まあ、フィンテック新法っていうね、まああだ名がついてます。実際それはまだ正式名称じゃなくて、まあ、そういった法律が作られるって発表されただけの段階ですけれども、ね、そういう形でね、銀行は逆にね、規制が緩くなります。銀行は今ですね、そのね、電子情報でのね、その商取引
まあ、いわゆるそのね、クレジットカード会社がやってるような、なんかね、こうインターネットで商品サービスを販売するときにね、そのサービスを提供する。ね、まあ、例えばクレジットカード会社っていうのは誰かがね、インターネットホームページとかブログとかでなんか商品を売ったときにクレジットカード会社っていうのがまあ仲介に入れますよね。ね、お申し込みはこちらっていうのを押したときにクレジットカード会社がね、結局その決済っていうのをまあ代行するということができるわけですけど、それは銀行できないんですよね。銀行はその銀行法とかで規制されてるわけです。その電子商法、電子商ですよね、電子上の商売っていうものに対してその銀行本体が関わるっていうことはできないんですね。とか、あとはそのね、決済とか送金ですよね。電子上の送金とかっていうのもね、もう規制されてるわけです。ね、だから非常にこう銀行っていうのは法律によって一番ね、厳重に守られてるんですけど、まあ一番こう手足を縛られてるんですよね。だから銀行っていうのはなんかね、どうしてもできる商品、商売っていうのが、まあね、限られているので、だからどの銀行も同じような商品、同じようなサービスしか扱えないと。銀行には、ね、まあ、自由がないんですね。自由がない代わりに、まあね、守られていると、ね、いうことなんですよね。銀行業界というのは一番こう競争が今までは緩かったんです。今までは緩かったんですね。まあ、例えばそのね、バブルが崩壊するまでっていうのは、まあ、1991年のバブルが崩壊するまでっていうのは、銀行っていうのは完全に国によって守られていました。ね、まあ、護送船団方式っていうね、方式が取られてたんですけど、ね、今の財務省、旧大蔵省ですよね。まあ、旧大蔵省が、まあ、日本全国の銀行っていうのをある意味守ってたわけです。ね、一番ね、その経営体力が弱い、まあ、一番弱小の金融、あのね、金融機関、銀行に合わせて、ね、やっていくということですよね。なんかね、あの塾とかで一番成績が、ね、悪い子っていうか一番勉強ができない子にね、あの先生が授業を合わせていくみたいなイメージです、ね、例えばクラスに30人35人いて、その30人35人の中で一番勉強ができない子、ね、一番成績が悪い子に合わせてなんか学校のあのね塾の先生が授業するみたいな感じです。だからどんなね銀行も潰れないようにっていう感じでものすごくこう競争させなかったんですね、銀行にね、銀行間で競争させなかったんですね。その代わり全ての銀行のね収益っていうのをまあね国が保証してあげると、まあそういうこう護送船団方式っていう一番ね弱小の金融機関に合わせたまあ仕組みというのでまあねバブル崩壊まではやってた。だからまあ銀行っていうのは一番ね業界の中で他の業界に比べて圧倒的に競争っていうのがなかったっていうよりも競争が規制されてたんですね。銀行同士で競争しないでその代わり全ての銀行が、ね、発展して存続していくと、まあ、そういう仕組みっていうので、まあね、護送船団方式っていうやり方でやっていたので、だからまあ、ね、銀行っていうのは非常にこう緩かったんですよね。でなんですけどね、それをね、脅かす存在っていうのが一番最後の、まあ、仮想通貨というものだったわけですよね。要するにこうね、革新的な金融技術、ね、革新的な、ね、ブロックチェーンという金融技術がで、作られたことによって、ね、もう銀行なしで実質銀行業が、ね、できる、ね、それはこう誰かが銀行業をやるというのではなくて、ね、あのプログラミングされたインターネット上に存在するブロックチェーンという、仕組み、プログラムが、ね、もう実質誰が、ね、監視することなく、ね、管理することなく、ね、もう実質銀行と同じような、ことができる、まあ、そういう仕組みですよね。だから誰も、ね、監視することもなく管理することもなく、ね、誰もが、ね、簡単に、ね、そのお金を、ね、送金したり、決済したりということが、まあ、できるということですよね。だからもうみんなその銀行にお金を預ける必要もなく、ね、預けるから引き出しに行かないといけないわけで、ね、預けてなくても自分でね管理すると、もう自分のお金は全部自分で管理して、いざなんかお金を送金するってなった時はなんかスマートフォンで、ね、まるでねメールを送信するかのように簡単にお金を送金するということになれば、もうね誰も銀行に預ける必要がないし、ね、また引き出しに行く必要がないわけですよね。しかも送金が、ね、簡単で早いということになれば、まあ、銀行いらないわけですよ、ブロックチェーンという仕組みがあればね。でそういうね、こうね、あの
強力な、銀行にとってはもう脅威としか言いようがない革新的な技術っていうのがまあ出てきたわけですよね。で、そうすると、まあ、はっきり言ってね、銀行っていうのはこれからどんどん衰退していくしかない、まあ、そういう業界になってるわけですけど、まあ、それをこう金融庁がまあ緩めることになるわけですね。まあ、はっきり言って全ての銀行が全部ね、生き残り続けるっていうことはもうなくなるわけですよ。で、それはもうね、このブロックチェーンっていう革新的な技術、そしてそれで仮想通貨が普及すれば、ね、もう日本の、ね、銀行が全て、ね、例えば支店単位まで含めて全部こう存続して生き残り続けるってことはもう 100% ないわけですよね。どんどんこう、ね、経営体力が弱い銀行から、ね、どんどんこう淘汰されていくわけです。ただ、ね、全滅しないように、ね、規制は緩めるけれども、規制を緩めて、ね、競争させることにしたわけですよね。だから銀行も、ね、今からね、例えばそのクレジットカード会社とか電子マネー発行会社とか仮想通貨取扱い業者みたいな、ね、業務ができるようになるということです。今までそういったね、なんかね、電子商取引に、ね、銀行が関わるとかね、そういったことっていうのはね、銀行法で禁止されていたわけですけれども、まあ、それがね、できる。だから銀行がね、そのブロックチェーンみたいな、そう、フィンテック業者と組んで、ね、そのフィンテックっていう技術を銀行に入れて、まあ、自分たちのね、経営でかかっていた経費っていうのをどんどん下げてね、いくと。まあ、そういったことですよね。だから銀行が銀行独自でその仮想通貨を発行する。要するにこう、例えば三菱東京 UFJ 銀行がね、その三菱東京 UFJ 銀行として仮想通貨を発行して、その仮想通貨を使うことによって、例えば決済を便利にしたり、送金のにかかるね、時間とかお金を劇的に下げると。まあ、そういったこうサービスっていうのがこうね、どんどん今からできるようになっていくということですよね。だからその、ね、今までだったら、ね、すごくこう資金が大きい、ね、体力が大きい銀行はなかなか、ね、その金融に関してのいろんな、ね、商品サービスっていうのを扱うことができなかったわけですけど、またその、ね、銀行同士の差別化っていうのもなかなかできなかったわけですよね。でもう似たり寄ったりで、ただ単に、ね、預かってる資金量が違うというぐらいしかこう違いがなかったわけですけど、まあ、それをこう、ね、規制を逆に緩めて、銀行に対しては緩めて、ね、銀行もかなり自由なその金融サービスっていうのが今からできるようになっていくということですよね。だからその旧態依然としたその、ね、すごくこう体格の大きい、ね、銀行と、ね、今からね、本当にこうパソコン1台でこう、ね、起業したようななんかね、ベンチャーの仮想通貨企業ですよね、がね、なんかね、もう勝負するっていうか戦うとか、まあね、競争すると、まあ、そういう世の中になっていくわけです、ね、でこれはですね、非常にその消費者とか社会全体にとっては非常にいい流れなんですね。ものすごくいい流れです、ね、やっぱこう未来っていうのは明るいんですよ。未来っていうのはいつも明るい、ね、歴史っていうのはどこを切り取ったとしても必ず未来の方が、ね、過去よりも良くなっているんですね。ね、だからそうした時にやっぱりこういった風に金融庁が、ね、例えば銀行は銀行法を守りなさいと、証券会社は証券取引法を守りなさいと、ね、っていう風にこうね、縦割りで規制をしてたんですけど、それを全部こう取っ払って、ね、もう商品、この商品を扱うんだったらこの法律を守ってくださいと、このサービスを扱うんだったらこの法律を守ってくださいとっていう形で、まあ、なんかもう銀行もクレジットカード会社もなんか電子マネー発行会社も仮想通貨取扱業者の人たちも、まあ、ある意味ね、こう金融業界にいる人たちがみんなが、ね、同じ法律、同じ規制にのっとって、まあ、自由競争をしていくような感じになっていくんですね。まあ、いかにどの商品、あ、どの、ね、組織、どの団体が消費者にとって最もね、まあ、の便益の大きい、商品サービスが提供できるかみたいな、まあ、そういったこう自由競争の環境っていうのが作られていくということですよね。でこれはね、消費者にとっても非常にいいことだし、社会全体にとってもね、非常にいいことなんですね。なんでいいことなのかっていうと、まずね、その銀行が結局ね、例えば仮想通貨とかっていうのをどんどんこうね、取り扱ってくるようになると、ね、その現在の仮想通貨業界にあるね、こうマイナスっていうのがね、どんどんこう弱まっていくんですね。で、そのマイナスって何ですかって言ったら怪しいっていうことなんですよ。怪しいと。ね、仮想通貨っていうのは何せね、新しい通貨なので、ブロックチェーンっていうのは新しい技術で、仮想通貨っていうのも新しいね、
通貨なので、みんなね、こう名前とかはさすがにね、このテレビとか新聞とか雑誌とかでね、どん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 出てきてるので、ね、だいぶこうね、仮想通貨とかビットコインとかっていうのは知名度としてはかなり上がってきてますけど、じゃあ実際ビットコインを持ってますかって言われたらガクンとこうね割合が減るんですよね。じゃあ実際ビットコイン持ってますかって言ったら、知ってるっていう人の中のかなり少数の人しか実際はまだ持ってないわけです、ね、じゃあ持ってるだけじゃなくて実際決済で使ってみたことがあるかとかね、送金で使ってみたことがあるかとかってなると、またさらにすごい少ないわけですよ、ね、だからみんなかなりね、こう名前は知ってて、なんかちょっと気にはなってるんだけど様子見っていうかね、まあ、単なる一時の流行とか、単なる一時のブームみたいなものとか、もしくはなんかね、こうバブルみたいなもので弾けて終わりじゃないのとかっていうような感じでちょっとこう見られてるところがあるんですね。まだこのフィンテック革命、お金革命のなんか凄さみたいなのが全然ね、伝わってないわけですよ。さすがに名前はね、かなりこう聞くことがある。仮想通貨とかね、ビットコインとかね、でどんなもんなんだろうとか、どうなんだろうとかって言ってこう気になってる人は相当増えてるわけですけど、でそれで実際持ってる持ってないって言ったら持ってない人の方が圧倒的に多いし、じゃあそれを使ってみたことがあるってなったらさらに激減して減るんですよね。だからその仮想通貨っていうのはなんかね、もうギャンブルの対象みたいな見方をされてるわけですよ。価格がものすごく上がったり暴落したりとかね、なんかそういうこうギャンブル性のなんか対象のような感じでこう見られてるところがあるんですけど、まあ、銀行がいよいよ本格的に仮想通貨っていうのを扱うようになってくると、ね、それがこうだいぶこう信用信頼性っていうのが出てくるわけですよね。ね、なんとか銀行も当たり前に仮想通貨を、ね、使って、まあ、自分たちの金融サービスを改善している、まあ、自分たちが今までかかってた経費っていうのをこう劇的に下げるとか、サービスを劇的に早くするとかね、その時間を短縮するとか、ね、そういったことっていうのをやる、まあ、多分ね、その窓口っていうのが例えば9時から3時までが窓口で、3時以降っていうのはなんかできないとか、そういったのも、ね、ブロックチェーンっていうのは24時間365日稼働する仕組みなので、別に人間がね、人間の手を煩わせない、人間の監視とか管理を必要としない仕組みっていうのがブロックチェーンですから、それを活用すれば今までなんか3時までしかに窓口に行かないといけないとかってそんなこともなく、ね、銀行の窓口が閉まったとしても銀行が、ね、準備しているブロックチェーン自体が生きてれば全然やれるとか、そういったこともできるようになってくるわけですよね。そうするとサービス時間が長くなるとか、ね、時間が短縮で何か一つのね、振り込みとか、なんかそういったものとか、まあ、相手に対しての着金が早くなるとか、ね、もしくは今までかかってた経費が下がるとか、まあ、そういった形で銀行は銀行でどん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 良くなっていって、まあ、銀行が当たり前に仮想通貨っていうのを使うことによって、まあ、世間一般のね、その怪しいとか、なんかね、うさんくさいみたいな、そういったこう、ね、印象っていうのがかなりこう薄まっていく可能性っていうのがやっぱ高いということですよね。そういう意味でやっぱりね、こう良くなっていくということです。あとはそのね、集まってくる資金っていうのが、仮想通貨に対して集まってくる資金っていうのが大きくなればなるほど、やっぱ価格っていうのも安定しやすいわけですよね。今の仮想通貨っていうのはものすごくこう価格の変動が大きいわけです。ものすごく上がったり、ものすごく下がったりね、暴落っていうのも1年で何回も何回もありますから、まあ、そういう意味では、まあね、まだね、その市場に入ってきてるお金の絶対量っていうのがまあ少なすぎるわけですよね。本当にギャンブルの対象みたいな感じになってるわけですけど、これが本当にどん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 普及していくと価格もだん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 安定していくわけですよね。まあ、売るっていう人がね、出てきたとしても、それがまあ、ね、全体的にこう、ね、保有してる人が多いとか、ね、実際その仮想通貨を通貨として使うような人が多くなれば、まあね、商品の価格、まあ、仮想通貨の価格みたいなのも安定してきますから、まあ、そうするとやっぱりね、こういった風な形で、ね、銀行とか、まあ、いろんな企業が、ね、同じ商品、同じサービスを同じ法律、同じ規制の下で、まあ、取り扱っていくっていうのは非常にいいことだということですよね。やっぱりね、金融庁っていうね、役所も、ね、当たり前ですけど、やっぱり社会全体の良くなることに貢献しようとして、まあ、いるわけですよね。だからまあそういう意味で、ね、やっぱこう法律とか規制っていうのを作ったり変えたりということですよね。やっぱこうね、新しい科学技術、新しい新技術をこう潰したいと思ってるわけじゃないわけですよ。目を取ろうとか潰そうと思ってるわけじゃないわけですよね。やっぱこう普及
もしいい商品、その例えば消費者にとってとか社会全体にとっていい商品いいサービスなんだというのであれば、やっぱそれは普及することを望んでるっていうのはこう金融庁も同じだったりするわけです。あくまでもそのね、やる人の不正を防ぐために規制をするとか法律を作るとかね、もしくはその消費者サービスを消費者を守るために規制したり法律を作ったりするわけですけど、今回は逆ですよね。一番固いこうね、一番厳しい銀行法みたいなのを、まあ、最終的にはかなりこうね、緩めるっていうか取っ払うような方向に行きます。だからまあ銀行とかっていうのも当たり前になんかね、商品としてサービスとして、ね、仮想通貨っていうのをこう使えるようになる。それはもう銀行単位で独自仮想通貨を発行するっていうのもどんどん盛んになってくるでしょうし、まあ、実際にね、もうね、流通している仮想通貨をね、利用するっていう動きも出てくるでしょうし、ね、そういう意味で、まあ、仮想通貨っていうのがいよいよね、こうなんかね、怪しいとかうさんくさいとか、ね、そのギャンブルの対象じゃないのかとか、ね、なんか、ね、一時のバブルで結局 ね、手を出さなくてよかったみたいな、まあ、そんな、ね、ものからだんだん変わっていくということですよね。まあ、本当に普通に当たり前に、ね、例えばクレジットカード持ってますかって言って持ってますみたいな、じゃあクレジットカードで決済したことありますか、いやありますみたいな、そういった状態にだんだんこう今からね近づいていくということですよね。まあ、今年ね、2017年っていうのがまあ仮想通貨元年というふうに言われていて、まあ、今ね成長期に入り始めた1年だったんですよね。まあ、ここから数年間でね、だいぶこうね環境っていうのが変わっていく、整っていくっていうかね、その仮想通貨っていうのをね持ってること自体が別にね珍しいことでもなくなり、仮想通貨を使ってみるっていうこと自体が全然珍しいことではなくなりですよね、っていうふうに変わっていくわけです。でそういうふうにまあね、例えば銀行も取り扱いが増えていくし、ね、クレジットカード会社とか電子マネー発行会社ですよね。あとは 今からね大手がね、今どっちかって言ったら仮想通貨取り扱い業者っていうのはかなり実際規模が小さい、あの会社ですよね。まだねその上場する前の、ね、会社ばっかりですけど、今からね本当にこの今度の2018年、来年の2018年ぐらいから、まあ、日本でもねかなり本当にね超大手の企業が、まあ、仮想通貨の取り扱い業務を始めるっていう形でもう結構ね発表し始めてきているので、まあ2017年が間違いなくこうね元年だったわけですけれども、まあ、来年以降の数年間で、まあ、結局それがね環境がどんどん良くなっていくと、まあ、いよいよその金融革命、ね、フィンテック革命、お金革命っていうのが、まあ、来年からの数年間で、まあ、佳境になり、まあ、結果的にね、その人々の社会での生活の様子っていうのを革新していくということですよね。まあ、インターネットっていうのも最初はね、こうね、どんなものなんだろうって言って、ね、わずか30年前ですよね。わずか30年前はインターネットって一体どんなもんなんだろうみたいな感じで、なんかインターネットをね、での分野で、ね、起業するとかっていうのはなんか怪しいとかうさんくさいとか単なる一時のブームだよみたいな感じで、ね、なってたわけですけど、実際30年経った今見てみれば、どれだけね社会を変革したかっていうのはもう一目瞭然ということですよね。でそれが、まあね、今からの数年後にお金の分野でも起きているということです。今でこそその仮想通貨とかビットコインとかそういったものっていうのはなんかね怪しいとかうさんくさいとか単なるギャンブルの対象でしょとかね、どうせバブルなんだから手を出さなくてね、まあ、自分はなんかね、そうなんかね被害に遭わなくて済んだよみたいな、まあ、そういうね人たちがね、まあ、ちょっとねこう気になって、名前は知ってるし気にはなってるんだけど実際はこうね手を出さないって言った人たちが、まあ、今からどんどんね、実際銀行とか、まあ、明らかにもう信用を持ってる、組織機関が、ね、当たり前にそういったね、仮想通貨を使ったり、もしくはそのね、裏にあるブロックチェーンという仕組みを活用するようになってくると、ね、全然それに対して その、ね、仮想通貨とかビットコインに対しての印象も変わってくるし、やっぱり何は何つってもやっぱりですね便利なんですよ。やっぱり、ね、あの時間とかお金っていうのを大幅に短縮する技術なので、そして24時間365日動く仕組みなので圧倒的に便利なんですよね。で日本は銀行が発達してたがゆえにこの分野では逆に遅れてしまったと。むしろ中国とかだったらね本当にあの当たり前にそのスマートフォンでお金を、ね、支払うとか送金するなんていうのはもう本当にね13億人中9億人ぐらいはそういったものっていうのを当たり前にやっている、まあ、そういうね、
状態ですから、まあ、むしろね、その中国とかアフリカ諸国みたいな、ね、そういった国に日本がどんどん追いついていくと、ね、銀行が発達してたがゆえにこの電子マネー仮想通貨っていうのは逆に遅れたんですよね、日本はね。それがもうね、2017年ぐらいからだいぶこうね、そのテレビとか新聞とか雑誌なんかの取り上げも増えて、ね、知名度も上がり、ね、っていう形で、まあ、あとは気になってる人たちがね、じゃあ実際自分も持ってみようとか使ってみようとかってなって、ね、圧倒的にその仮想通貨業界に流れ込んでくる資金っていうのが、まあね、全然桁が変わってくると、価格もだいぶ、ね、その投機目的とかギャンブル目的の人たちだけじゃなくて、本当に通貨として保有したい、通貨として使いたいっていう人が増えてくれば、資金で絶対的な資金量っていうのが増えますから、価格も安定していくんですよね。でそうすると、もうね、本当になんか便利な世の中を、まあね、作る大きな、ね、技術の一つであり、大きな通貨の一つになり得るということですよね。だということで、まあ、今回 の、 その、ねフィンテックに関する 法整備、そして新しい金融庁が新しい、ね、法律を作るという発表をしたということに関しては、もうね、この業界に対してはもちろんですけれども、社会全体にとっても非常に喜ばしい、いいニュースだったんじゃないかなというふうに思っています。はい、今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。